皆様こんにちは。倉谷さん、最近米国株式が好調ですが、その中でも上位銘柄の集中度が高くなっていることが話題になっていますね。そうですね。アップルやアマゾン、グーグルを運営するアルファベットといったマグニフィセントセブンと呼ばれるハイテク銘柄を中心とした大企業の株式のパフォーマンスが好調であったことが主な要因です。今では米国 SP500 の上位10銘柄が指数の時価総額の約 30% を占めるほどの大きさになっています。1999年から2000年にかけて米国で見られた IT バブルと似たような状況になっているということでしょうか。かつてと異なる点としては、マグニフィセントセブンの躍進の背景は堅実な企業収益に裏打ちされていることです。さらには生成 AI の進歩による収益拡大の見通しもあり、まだまだ株価は伸びる可能性もあります。なるほど。とはいえ、上位銘柄が下落し続けると市場はどうなってしまうかと考えると怖いですね。米国株式市場のみならず、グローバルで見た場合でも市場集中のリスクに対して注意する必要があります。例えば最近オルカンと言われる全世界の株式指数に連動する投資信託が人気ですが、指数の国別構成比を見ると米国株式の比率が6割を超えているんです。分散されているとは言っても国別構成比では偏りがあるんですね。その通りですね。しかも全世界の2700を超える銘柄で構成されていますが、銘柄別構成比を見ると米国の上位10銘柄だけで約 20% を占めています。そのため上位銘柄における業界の見通しが悪化した場合には、指数全体が加速度的に下落していくリスクも考えられます。株式指数に連動するインデックスファンドは人気ですが、今起きている市場集中のリスクを認識する必要がありますね。世界債券など他の資産にも分散投資することが大事ですね。ご視聴いただきありがとうございました。